さあ、あの動画見てたよって。そうなんだ、スマッチさんした、大丈夫ですよ。アニメ見てゴロゴロして、アニメ見てゴロゴロして、サラちゃん見てる。サラはね、サラもそうだよ、ゴロゴロしてたゴロゴロして。サラの今日の生活はゴロゴロして、ゴロゴロして、ウーバーして、ゴロゴロして、ウーバーして、ゴロゴロした。僕の打ち上げ、え、それもそのこと今考えてた。え、すごい、怖い、すごいね。あれ、打ち上げ花火ダダダダダダってやつ今考えてたよ。ダダ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 ダ。YouTube 見たよ。 YouTuber はね、乃木坂さん見ました。乃木坂さん見たり、あと友達と電話もしました。楽しかったです。打ち上げ花火だだだだ。そう、今日はちょっとレトロなんですよ。前髪が薄いのはレトロということで。プライベートで浴衣何回くらい来たら、2回行きました。あ、マイキューさん配信してたんですね。今日はずっとツイッター見て、あ、ソロもツイッターと TikTok も見ました。ツイッターは何見たかな。ツイッターはね、なんかね、なんか面白いのを集める平成なんちゃかなんちゃみたいなアカウントがあって、面白い、なんかちょっとなんか面白い画像を集めてる、そういうのばっかり載せてる投稿があって、投稿アカウントがあって、そのアカウントにハマってます。ゆめりさんがイケビフって言ってた舞台は12月。あ、そうなんだ、有料で開発してたんだ。1月最後の週末寂しいなって。うん、早いですよね。じゃーん、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 じゃーん。1月最後の打ち上げ。打ち上げの週末。8月何したかな ?8 月はね。STU の練習したかな。じゃん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 。今日はおのおうちの家行ってた。どこだろう、おーなんちゃら、今日のアタック25のクイズ番組で最後。